もう朝か。よーし、今日もとりあえずウォーキング勝手に近所の家にピンポンダッシュしてから小学生が作った砂場のお城におしっこかけて水箱万引きしてから一人で螺旋丸の特訓でもするか。え、今の音は何？ティンコさーん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ティンコさんは僕が守る。ティンコさんに指一本でも触れるやつは俺の必殺奥義。スーパーエクストラミラクルボンバースペシャルバナナ X ブラストダイナマイトエレメンタルパンチを食らわすぜー。うおー、大丈夫よ。それより今の地響き何かしら？大家さん大丈夫かな？よし、少し様子を見に行こう。大家さーん、大家さーん、生きとるわい。おう、ファーダスクベビー、ガチャ。大家さん、大丈夫ですか？何ガチャ。え、何って、さっきの地震のことですよ。かなりすごい地震でしたから、大家さん大丈夫かなって。地震なんか来とったか。ちょっと三代目 J ソウルブラザーズのライブ見とったから気づかんかったわい。そうですか。こいつだね。まあ、大家さんが大丈夫そうでよかった。あ、そうだ、大家さん、ちょっとテレビつけてくれる？テレビか？あー、いいとも。テレビなら、そこの絵を外して、見ておくれ。あ、はい、ありがとうございます。あ、でもインターネットビルから絶対見れないよ。ここをよいしょっと。あ、本当だ、テレビがある。速報です。たった今、地球に謎の隕石のような物体が急接近していることが分かりました。え、隕石が来るの？そうみたいだな。地球も終わりか。そんなことって、私まだ人生でババ抜き一回も買ったことない。しかもなんと、その隕石のような物体は時間を重ねるごとに大きさがだんだんでかくなっているとの情報が入っております。これって本当にヤバいやつじゃない？ねえ、大家さん聞いてる？え、大家さん、これは失敗。え、大家さん何か知ってるんですか？間違いない、これは太古から伝わる伝説とされた最強最悪のモンスター、ペコだ。おーっと、ここで名前が可愛すぎる。これは私のツッコミを待ってるのか、それともマジでこの名前なのか。どうする、どうする、ツッコミできるのか、どうする。ジッパ、大家さん、そのペコってやつどんなやつなんですか？あいつは私たち人間が立ち打ちできる相手ではない。え、じゃあ私たち本当に。速報です。先ほどの謎の物体についてですが、なんとその物体が生命体だという情報が入ってきました。しかもその生命体は巨大な TNT の形をしているとのことです。もはやあれはモンスターとしか言いようがありません。このままの大きさで爆発してもあまり被害はないのですが、そのモンスターの大きさ次第で地球は滅びます。これは私たち人類の危機です。大家さん、あれにかけるしかないか。あれってテレビでも言ってたように、ペコは初めは小さくて可愛らしいが、時間をかけて体を徐々に大きくする特性を持つ。そして体の大きさが限界に達した時、銀が一つ分を吹き飛ばすほどの大爆発を起こすのじゃ。そんな。そう、わしら人間には太刀打ちできる相手ではないのじゃ。じゃがあいつには一つだけ弱点がある。弱点？やっぱり。ああ、テレビで言っていたように、あやつは TNT のようなキューブ型の形を知っておる。そしてそのキューブの内部にあるど真ん中のペコの心臓に触れることによって、体の大きさが限界に達する前に爆発させることができるのじゃ。ジッパ、心臓に触れるって、そんなこと
どうやってやるんですか？そうだよ。さすがの僕の必殺奥義。スーパーエクストラミラクルボンバースペシャルバナナエクスブラストダイナマイトエレメンタルパンチ。を使ったとしてもさすがに心臓までは届かないよ。誰かが、その心臓に触れればよいのじゃ。ねえ、誰かがそのペコってやつの体の中に入って心臓を触るってこと？でもその後どうやって逃げるんだよ。さすがに俺の必殺奥義、スーパーエクストラミラクルボンバースペシャルバナナエクスブラストダイナマイトエレメンタルパンチで、もう穴を開けてすぐに逃げるとか絶対無理だよ。そうだよ、大家さん、心臓に触れた後どうやって脱出するんですか？脱出は1000。ねえ、死ぬってことですか？そうじゃ。でもそんなの誰？失敗だった。首ドリル。俺ちょっと用事思い出しました。じゃあお疲れ様です。バイバーイ。トゥン。失敗。解説しよう。俺絶対嫌やで。だって俺またいろいろ、まだ俺チッパイと俺まだ100万回も言ってないし、俺絶対チッパイ100万回って言うまで絶対死にたくないし、俺絶対死にたくない。わしがやろう。よっしゃ。何冗談言ってるんですか、大家さん。そんなの国に任せれば。ダメなんじゃ。え？奴はおそらく地球に着く頃には村一つを吹き飛ばすほどの大きさになっておる。じゃが、その30分後にはもう地球は助からないほどの大きさになっておるじゃろう。でもなら私がやりますよ。バカを言うな。チッパ、どなってすまんの。じゃが、こういう危ない仕事は年寄りに任せとったらええんじゃい。賛成。大家さん、また地震？速報です。なんと、先ほどからお伝えしている謎の物体が地球には激突しなかったのですが、地球に着地したとの情報が入っております。これは宇宙人の侵略なのでしょうか？なんじゃと？もう来よったのか？くそ！なんなんだ？なんなんだあれは？あんなの完全にただの巨大な TNT じゃないですか。あんなのが爆発なんかしたら。そうじゃ、あれが正真正銘ペコじゃ。しかもおそらく数時間後には数十倍になっておるじゃろう。くそ、私はティンコは何もできないのか。私はこの子にはすくすくとティンティンとピンピンかピンピンと元気に育ってほしい。そうね、立派になるのよ。よし、名前はティンコにしよう。あなたって相変わらずいい名前つけるわね。強い子に育つのよ。くそ、私は何もできないのか。ただ足と口と顔とケツの穴が臭いだけで何もできないのか。ティンコよ、わしに任せるんじゃ。大家さん、心配するでない。わしに全部任せとったらよい。じゃがちょっとばかし手が必要じゃ。手伝ってくれるな？もちろんです。